結構やりやすいな。重量を上げるのと、今はバーの距離を短くするためにブリッジを高くする練習を意識してる感じです。で、今一番言われてるのは、前は薬指に当てたんですけど、人差し指までは持っていいんですよ、ルール上。これ以上外は行っちゃいけなくて、だからそのルールの限界まで幅広げて、でここを高くするためには顎を引かないと上がらない。なんで顎をもう胸にくっつけるぐらいあるので、首の後ろで立つイメージで、お尻をつける。ベンチでめっちゃ挟みます。もので上がってるんです。今重さを感じてるんです。で、トレーニングでベンチって人って多分まっすぐやるんですけど、競技のベンチはこの辺にいる。意識するのは顎と下ろす位置です。胸じゃなくて胸の下の溝落ち。
ね。はい、せーの、はい、お願いしますよ、はい、あよし、重いわ、いや、上がるんだけどな、本当はお腹空いてるし、お腹空いてるし